俺、葬式の音楽をシャーマンキングのオーバーソウル流してバキバキにめちゃくちゃ怒られた。フんちゃんって人生一番やら,しかやらかしたことってなんだ葬式のシャーマンキング。ああ。2ちゃんのコピペなんだ。あ、そうなんだ。もう一杯流してくれよ。 ななんだろうなまあでもね今も例えば10代後半とか20代前半の時とかに「あー」あーってなることあったんですよあのイエーガーさんみたいにそう「あの時私は息子をあー」イエーガーさんさあこちらですよの時のあの時みたいな気持ちになること結構あったんですようんでも今だいぶなくなったんですよ まああんなこともあったなっていう思い出の方になったおじいちゃんの方なんですけど、そうそう。今でもちょっと恥ずかしいのが、高校生の時にあのドラムマニアっていうのが流行ったんです。でも、ドラムマニアをやってる人口が100人いたら1人ぐらいの時代だったんですよ。つまり、ね、当時ですよ。ドラムマニアやってると、あキモいんだなって思われる側だったんです。でも俺は、 家ではドラムはないしあのドラムマニアのセットも買うのにもお金がないしやっぱ100円入れてドラムマニアをやるしかなかったんです当時ね当時だから20年前ぐらいだと何年ですか2004年ですよはいでなんか付き合ってた女の子とかじゃないんですけどあのー、なんかそうちょっと女の子とゲーセンで暇つぶしをするっていうことになったんですなんかの委員会とかなんかのあれでちょっとみんなでちょっと飯食いながら話そうみたいな感じがあったんですよ でそれでちょっとみんながちょっとねあの話し合い終わるまでちょっとゲーセンでね待つかっていうことになって待ってるときにドラムマニアがあってで俺その時やっぱまあバカな自覚はあるんですけど俺のドラムマニアの技術をこの女の子に見せたらきっとよく思ってくるんじゃないかってまあ可愛いか可愛くないかっていうとまあまあやっぱり免疫がなかったんでちょっと。 あのーまあ、僕、すんごいストライクゾーンヒロインですそう。で、あの女はねえわっていろいろ言われた3年間だったんですけど、僕にとってはもう高嶺の花に思えた子だったんですよ。で、その子がいる中で、ちょっと俺のスティックさばき見せるしかねえかなっつって、で、明美ちゃんっつって、ちょっとみんなが待ってるまで、ちょっとゲームでもしないかっつってさ、ああ、やろうやろうっつって、そうえじゃあさ、UFO キャッチャーしようよみたいになって、いい感じだったんですよね。おい、1個やろっかっつって。 UFO キャッチャーとかして、でも俺クソつまなかったの、UFO キャッチャーが。本当に。なんで俺、どうせ取れないじゃん、つって、うん。500円入れても取れない、つって、うん。取れねえよ、こんなの、つって。思って、そしたらさ、ちょっと俺最近さ、ドラムマニア始めてさ、ちょっと俺の、ちょっと裁きみ見てよ、つって。えドラムマニアって、あの、太鼓のやつでしょっつって。あ、それじゃないんだよ、つって。ドラムマニアっていうね、つって。それでドラムマニアやったんですけど。あの、 シャイニングレイっていう、あのー、曲があって、えっと、それなんだっけえっと、出てこない。あいつらなんだっけディル・ワン・グレイか。あじゃあディル・ワン・グレイじゃない。なんだっけジャンヌ・ダルクのあのワンピースの曲で、シャイニングレイっていう曲があって、俺、それをあの特技があったんですよ。歌いながら、あのハードを。 叩けるっっていう特技あたんですよでそれをあ美みちゃんの名前で「どこに向かって走ればもっと素敵な明日に会える」「家事を取って胸にしまって素敵な傷を広げた」「シャニンライフ・ァジャブ・ラーニウェイ」ってあのー、ゲーセンでやったんですよ。で一生懸命歌ってるし一生懸命たた、あのー、叩いてるからあ美みちゃんの表情は見えなかったんだよね。 で、終わって、ダラダタダーンって終わって、で、ここでクリアしたドンみたいな感じになって、<laughs> またこの達人と混ざっちゃったんだけど、まあいいや、クリアしたドンみたいになって、で、俺がこうやってちょっと少し汗ばんだ感じで、あ美みちゃんどうだったって言った時に、<laughs> みたいな顔のあ美みちゃんがあったんですよね。俺、それが本当に傷ついちゃって、本当めちゃくちゃ傷ついちゃって、それ。本当うん。いや、作り話はあってほしいんだけど、 そのね、あきみちゃんの顔が、やっぱいまだにちょっと、うわーってイエーガーさんになっちゃう。あれは。で、それが、あきみちゃんにまた会える機会があったんですよ。今年2月に。それがね、ハイゲとかぶっちゃったんですよね。それが。だから、俺、あきみちゃんにねあの、弁明したいと思ったんだけど、そう。<laughs> そうなんだよちょっと3かあ3月かごめん失礼しました3月か現役だわ現役だわ最悪間違えた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 現役だった現役だっただわびっくりしたマジでびっくりしたわあの意気揚々と話してて気づかなかったわ現役だったわよかったよかった現役現役だった危ない危ない すみませんでしたえー、まあね、うん、そんなのありましたね、うんですかねでもでもねあの一つのサンプルだと思ってください皆さんも多分ああの時なんでこんなこと言っちゃったんだとかなんであんなとこやっちゃったんだ多分結構あの人間なんで誰もが経験してると思うんですよそういうのがないっていう人の方が少ないと思うんです 寛解します。寛、は、解、い、します。寛解しますよ。寛解、うん、します。今度もうまくはめれないとかね、いや、ま、もそれはなんかあんまり,なあ,んまりあ,れだなあったとしてもなんかそうでもなかったな。なんなんでも、そ,多分それ人のそれぞれなんだろうな、きっと。うん、マジで寛解します。<laughs> <laughs> うーん どんんちゃは羞恥心バグってるからないやあのいや昔はそうだ同じだったと思いますよ皆さんと感覚は今だからこそちょっとおおらかというかね広くなったなと思うんだけどまあ死にや死ねえしいっぺっていうスキルをあの身についたのもいくつだ ?32 ぐらいなんですよねマジでそれまではうわ死にたい恥ずかしい嫌だって思うこともあったんですけど32ぐらいなんですよね ま死なねえし別に良くねこれと思って。銀河理論。そうそうそう。<laughs> 別に、あの、お前らと同じ物質でできたしよくねみたいなさ、宇宙理論。うん、宇宙で考え、宇宙単位で考えたら恥ずかしくなくねと思って。ほんと。まだこのダークマターだったり、見えないこの宇宙物質で、しかも地球単位で考えずに銀河単位。いや、さらに、その、 あの他の銀河団単位で考えたら些細なことじゃねこれと思ってそれをたまたま松本政になってたまたま松本政がそれを認識,し認識してるだけであって別に関係ねえんじゃねえかと思って <laughs> ねえそううーん だと思うんすよねうん。それを現実逃避と言いますいやまあさ現実逃避って言われたら現実逃避っていうのは間違ってはないんだけれどもなんかさあと50年も生きてないんでしょいやもう50年は絶対生きてないな30年40年とかでしょ もったいないなって思っちゃうんですよね。そう。もったいない。別に犯罪起こしてるわけじゃないんで、そう。うー、んうんうん。え、ドロヘドロ、アニメ2期やるんだ。えぇー。あ、そうなんだ。そんじゃ、そのマインドにブズしか抱かないなんねそこはだから苦手なとこなんだろうな、きっとな。 あの美人だとチンポが立たんねんああこ,こんなんでいいのかなっつってだってこの子は多分おそらくたくさんの巨婚とたくさんのイケメンと交わっているまぐわっているはずこんな僕でいいのかなダメなんだようんそこだけさ宇宙単位で考えらんないんだよなそこだけ <laughs> うんマジで考えらんない そうなんかあの、うん、なんだろうなだからあの好いてくれる人なんだよねそう僕のチンポをチンポに自信がねえんだよなうんそこなんだよ本当 <coughs> そこさえなんかあれば。 最近思うんだよ。あのー、最近思うんだよ。なんだっけな、クレヨンしんちゃんの方ができんじゃねえかなって思うんだよな本当。クレヨンしんちゃんの方ができんじゃねえかなって思うんだよな。クレヨンしんちゃんと同じだったらどうすんだっつって。本当ほんとに、ほんとにね、悔しい。ほんと。俺、手がちっちゃいんですよ。で、足もちっちゃいの。俺、25.5なんですよ。足のサイズが。 身長百172から3あるんですよ。なのに俺25.5なんですよ。で、多分なんだけど、これ僕の、あのー、まあ、間違ってるかもしれないですけど、手が小さい人、足が小さい人、多分チンポンも小さいです。多分。多分ね。多分小さい。うん。多分ね。 本当に小さいんですよ僕。えー。うん。何度も言うけど、あれなんだよ、そのなあ、あの、な、鬼屋とサウナ行った時のあのエピソード、うん。まっちゃん、そりゃ知性だ。あ知性や。あいつ2回言うんじゃないですか。うん。2>, 2回、2回後期なんですよね。うん。そう。 それがねやっぱね、うんそこだけ銀河単位で考えらんねそこだけうんえ <noise> ん